立ち木のポーズは足腰を強化し、バランスを強化していきます。初めての方は片足で立つときに、どうしても外側に立ちやすくなってしまうと思うので、親指からかかとを意識して内側で立ちましょう。それではやってみます。私の動きを真似てヨガのポーズをしましょう。そのままの姿勢でゆっくり呼吸しましょう。重心を安定させましょう。重心を黄色い円からはみ出さないようにしましょう。立ち木のポーズは背筋を伸ばし足腰を強化します。